EV の要に大規模な供給不足が生じる可能性がある。2000年代に入ってから、中国や欧州諸国は EV 普及を積極的に推進してきました。環境保護や気候変動対策には EV だと言わんばかりに、各国は EV 購入者に対する補助金や規制緩和など様々な政策を導入。特に中国では国家レベルで推進政策が進められ、EV の売り上げを急激に伸ばしました。さらに中国が自ら EV を開発し始めると、世界的な EV 普及も後押しし、莫大な利益をもたらしていきます。今や世界の半数以上の EV が中国製というほど、中国が他国を圧倒する状況にまで成長しています。その一方で、深刻な EV 特有の問題も浮き彫りになってきました。ご存知の方も多いと思いますが、EV 車のバッテリーは一般的にリチウムイオン電池が使用されていますよね。このリチウムイオン電池の急激な需要増加により生じた問題について、ある専門家が世界的な総会で警告をし、注目を集めたようです。一体どんな警告がされたのでしょうか。皆さんは、世界で最も売れている EV メーカーはどこかご存知ですか。アメリカの電気自動車メディア、クリーンテクニカが発表したランキングによると、2023年上半期の EV 販売台数第1位は中国の BYD です。販売台数はダントツの119万台。次いでアメリカのテスラが88万台、3位にはドイツの BMW が22万台でした。ここまでは聞き覚えのある自動車メーカーがランクインしていますが、4位以降を見てみましょう。なんと4位には中国、広州汽車集団の電気自動車向けブランド、アイオンが入り、6位にも同じく中国のシャンチートン四ウーリン汽車、8位にリオート、10位にチャンアン汽車と、トップ10の中に中国の EV メーカーが5つもランクインしているのです。中国は2009年以降、政府の支援のもと、環境問題やエネルギー安全保障を背景に、EV の普及を積極的に進めてきました。EV 購入者に対して莫大な補助金を提供したほか、規制緩和や電池、充電技術革新にも取り組み、EV 市場を盛り上げたのです。その中国で最強の EV メーカーと言われているのが BYD です。BYD は1995年に電池メーカーとして誕生し、2003年に自動車製造に進出しました。近年では EV の開発と販売に重点を置き、2021年後半からは販売台数を急激に伸ばして、2022年には欧州市場へ本格進出しています。技術面はもちろんのこと、低価格で販売していることも売上を伸ばしてきた理由と言われています。なぜ価格を抑えられているのかというと、BYD は電池製造から車両製造まで広い範囲にわたる製造プロセスを備えていることに加え、独自の生産技術を開発しているからなのです。さらに中国では BYD だけでなく、他メーカーも売上を伸ばしているようです。中国全体では2022年の EV 販売台数は590万台でした。これは市場の約 60% を占め、実に世界の EV の半数以上が中国製 EV ということになります。ちなみに市場第2位は欧州で、3位はアメリカ。日本の2022年の販売台数は10万2000台となっており、これは世界の約 1% にとどまっています。なぜ中国メーカーはこれほどまでに売り上げを伸ばし、さらに欧州市場でも成功しているのでしょうか。その理由はとても単純で、需要が多かったからです。以前は中国製品は安価で品質が低いというイメージがありましたが、現在の中国製 EV は品質が大幅に向上したのです。また、中国政府が大規模な補助金を提供したことにより、高品質かつ低価格な EV を作り出しました。例えば、BYD の小型 EV、シーガルは 38.99kWh のバッテリーを搭載し、405キロ航続可能という高性能です。そして、驚くことに日本円にして約147万円から販売されています。ちなみにルノー傘下のダチアが出しているコンパクト SUV、スプリングは日本円で約356万円です。
スプリングは BYD の EV よりも高価でありながら品質は劣っていると言われていて、さらに中国で生産されているという皮肉も加わって、地元フランスでも批判の的になっています。ここまで中国の凄まじい勢いをお伝えしてきましたが、 EV 市場を拡大しているのは中国だけではありません。欧州でも環境意識の高まりと規制の強化により市場を広げ、各国政府は補助金や支援策も強化、消費者の購買意欲を高め、販売台数を伸ばしてきました。特に大きな市場を持つドイツは、電気自動車購入プレミアムという補助制度を導入し、補助金を支給するだけでなく、自動車税も優遇して普及に貢献。2020年代半ばからは従来のメーカーからも多くの EV が販売され、より EV へのシフトが加速していきます。ところが、先述の通り、中国市場の急成長により、欧州では EV の売り上げが低下しています。2022年の欧州全体の EV 販売台数は約259万台でしたが、そのうちの30万台は中国メーカー製だったのです。実はヨーロッパは EV 促進の裏に日本のトヨタに対抗するという一つの目論見がありました。しかし結果は中国に押されるという予想外のものになってしまったのです。かつては欧州自動車メーカーのメイン顧客は中国でした。中国に巨大な自動車メーカーが存在しなかったこともあり、欧州メーカーは中国市場で大きな利益を上げることができたのです。ところがその後、中国が自ら EV を開発し始めると、欧州勢の売り上げは激減。それどころか国境を越えて欧州市場さえも中国勢が圧倒する結果となったのです。実際フォルクスワーゲンは EV の需要が期待したほど高まっていないとして、東欧4カ国での電池セル生産工場の候補地決定を延期すると発表しています。欧州では中国自動車メーカーがその後もさらに成長し続けます。スウェーデンのボルボは2010年に中国のジーリーホールディングスグループの傘下に入り、さらにフォルクスワーゲンは中国の上海汽車や第一汽車集団アンホエジアンホワイオートモバイルグループと合弁会社を運営しています。欧州連合は2035年までにガソリン車とディーゼル車の新車販売を終了するという目標を発表しています。今後はさらなる政策が打ち出され、欧州と中国の EV 覇権争いは激化していくだろうと予想されています。ところで EV シフトが芳しくない結果になっている欧州ですが、なぜ彼らが EV 化を推進したのか、その理由を詳しく見てみましょう。皆さんは2015年にフォルクスワーゲンが起こした事件を覚えていますか？通称ディーゼルゲートと呼ばれ、フォルクスワーゲンがディーゼル車の排出ガステストを不正に操作していたという、世界的にも注目が集まったあの事件です。排出ガス試験をすり抜けるために、エンジンの制御ソフトが搭載された車両を、テスト時は排出ガスの規制値以下にしていたのです。この不正行為はアメリカで発覚したため、特にアメリカ政府から大きな批判を受けました。フォルクスワーゲンは事件後、大規模なリコール、多額の罰金の支払いを余儀なくされました。そもそもフォルクスワーゲンは、アメリカ市場での地位向上を狙ってディーゼル車を推進していたのです。同メーカーは欧州や中国市場では成功を収めていたものの、アメリカではまだ地位が低いままでした。ハイブリッド車で成功しているトヨタに対抗して利益を上げるべく、低排出ガスのディーゼル車、クリーンディーゼルを開発、推進したのです。しかし、結果は悲惨なものに、経営トップのマルティン・ウィンター・コルン氏は責任を取る形で辞任し、信頼性やブランドイメージを大きく損なってしまいました。事件後、欧州では排出ガス規制と監視体制の強化が行われ、次なる手段を検討する中、選ばれたのが EV だったわけです。すでに欧州市場では、トヨタのプリウスなどが市場で地位を築いていたため、競争は厳しいかと思われていましたが、環境問題に対する意識が高まっていたことで、各国政府がエンジン搭載車に対する規制を強化。こうして欧州の EV 化の道が選ばれたのです。
当時は EV は環境に優しい車だという認識が一般的でした。 EV は走行時に排気ガスを出さないため、地球温暖化や大気汚染を引き起こす CO2 などの排出量を大幅に軽減できると考えられていたのです。 EV へ完全移行すればエンジンを搭載したトヨタのハイブリッド車は不要となり、市場を独占できるでしょう。このような経緯から欧州や中国は躍起になって EV を生産し、トヨタを蹴落とし、まるで EV 購入が唯一の選択であるかのように宣伝して利益を上げようとしました。しかし実際は EV にも間接的に CO2 排出の問題があることが徐々に分かってきました。 EV は充電に電力が使われるため、もし化石燃料などの非再生可能エネルギーから発電した場合、発電段階で CO2 が排出されます。特に火力発電所では石炭や石油を燃焼させるために CO2 の大量排出は避けられません。さらに鉄や他の鉱石の採掘から製品加工への製造工程は複雑なため、大量の電力が必要になります。とりわけバッテリーの原材料の採掘や生成には大量のエネルギーが不可欠。車載用の電池は一般的にリチウムイオン電池が使用されており、リチウムのほかコバルト、ニッケルなどのレアメタルも必要です。リチウムイオン電池の需要増加はニッケルやコバルトの採掘にもさまざまな問題を生じさせ、結果的に CO2 の排出量が増加すると言われています。おまけにリチウムイオン電池の寿命は5年程度、廃棄には環境汚染のリスクがあり、すでに中国では廃棄バッテリーが急増し、環境汚染の問題が深刻化しています。このように EV の製造から廃棄までを総合的に考えると、実は EV はガソリン車より CO2 排出量が多いという指摘もあり、 EV の製造から20万キロ走行した際の CO2 排出量はディーゼル車の2倍にもなると言われているのです。 EV を環境に優しい車として売り出すためには、再生可能な素材やエネルギーを普及させ、より省エネルギーの製造プロセスを構築し、インフラ整備を進めることが不可欠です。現在中国は市場トップにいる反面、廃棄バッテリー以外にも様々な課題を抱えています。豪雨や洪水などの自然災害によって EV が水没する事例はその一つ。 EV はバッテリーやモーターなどが全体の6割以上を占めるため、水没すると修理費用が高額になります。場合によっては数百万円かかる場合もあるようです。加えて水没に伴う車両保険の支払い増加が保険価格の値上げを引き起こす可能性もあります。そして EV の大量廃棄も問題視されています。浙江省杭州の郊外で古びた寺院から新車同然の EV がゴミとして大量に放置されていると報じられました。これはまるで EV の墓場と表現され、流行語大賞の候補に上がるほど世間の注目を集めています。 EV は生産時に大量の温室効果ガスを排出するため、排気が早ければ早いほど気候変動対策のメリットを減少させ、希少金属を無駄遣いします。短期的な利益を追求した EV 化は本来の目的に到達するまでに多くの代償や課題を生み出してしまいました。さて一方で日本のトヨタは EV シフトに対して慎重な姿勢を続けつつ、 HV や FCV などのエコカーで先行し、環境に配慮した技術開発を行ってきました。欧米で自動車メーカーが EV 専業化を進めている中、トヨタは全方位戦略を展開。トヨタの全方位戦略は、EV は素晴らしいアイディアであり、最終的な目標と肯定しつつも、まずは十分な原材料や充電インフラが必要であるとしています。そして、世界各地の実情に合わせて EV、PHV、HV を提供していくことが重要という考え方に基づいています。インフラの整備は国や地域で大きな差が出てしまうため、地域ごとの事情に合わせて最適な車を提供する必要があると強調しています。さらにリチウムイオン電池の生産に伴う供給不足や環境問題にも警鐘を鳴らし、持続可能な自動車産業の実現に向けて取り組むとともに、
ガソリン車の適切なリサイクルを実施。日本の自動車リサイクル法はそのいい例で、世界からも高い評価を得ています。そんな中、2023年1月、スイス東部ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会では、自動車業界が気候変動にどう向き合うべきかを解説した研究者の存在が注目されました。彼の名前はギル・プラット。米マサチューセッツ工科大などで教鞭を取り、米国防総省の DARPA でロボット開発を指揮したトップ研究者です。彼は車の再発明をテーマにした討論会で、科学者らしいデータを交えながら自動車業界が気候変動にどう対処すべきかについて解説しました。プラット氏には、将来大規模な供給不足が生じる可能性があると警告したのです。鉱山の開発からリチウムの採掘には10から15年を必要としますが、電池工場の立ち上げは2から3年ほどです。リチウムの採掘から電池の生産までの間に大きなギャップがあることを指摘しました。 EV は電池のみで走るため、 PHV や HV よりも多くのリチウムが必要です。例えば、従来型の自動車100台に 100kWh 相当のリチウムイオン電池が搭載されていれば、 EV は1台しか作れないのに対し、同じ量のリチウムイオン電池を使用すれば PHV では6台、HV では90台作ることができるというのです。つまり、現在の中国やヨーロッパの技術では EV の生産は頭打ちになってしまうだろうと彼は結論付けました。では、トヨタはこの問題にどう向き合っているのでしょうか。トヨタが掲げるプランの一環として、全固体電池の開発と実用化があります。トヨタは EV 向け全固体電池の量産化に向けて、出光興産との提携を発表し、2027年度に生産ラインを稼働させ、27から28年に発売する EV に搭載する計画を発表しました。この技術が完成すれば、車を10分以下でフル充電し、航続距離を1000キロ程度に拡大できる見込みです。もしこれが完成すれば、中国や欧米諸国の EV 市場を圧倒する可能性が大いにあるのです。またトヨタは EV の最適化に加えて、次世代エネルギーの有望株である水素にも注力すべきだと述べています。世界トップクラスの水素活用技術を持つトヨタは、気候変動対策においても圧倒的な競争力を示しています。また CO2 と再生可能エネルギー由来の水素を合成して製造される液体燃料 e-fuel の開発にも取り組んでいます。これらの取り組みにより、トヨタは世界からの評価を取り戻し、目先の利益ではなく全てのニーズと向き合うことの大切さを示しました。世界の目を気にすることなく、黙々と優れた製品を生み出し、今もなお実力で評価を勝ち取る姿勢を貫いているのです。中国も欧州も単に利益を追求したために多くの問題を抱えてしまいました。一見環境に優しいと言われる EV も、総合的な判断をするとデメリットが多く目立ちます。トヨタは EV の普及を急ぐ前に、インフラ整備やエネルギー供給の安定性、リサイクルなど重要な課題に対処すべきだと主張してきました。持続可能な将来を実現するために、世界中が未来を見据えた適切な方針を打ち出すことが大切です。各国が挑む EV の未来はどのようなものになるでしょうか。もちろん、トヨタの水素開発や合成燃料 e-fuel の実用化にも注目していきたいですね。そう遠くない未来に、トヨタが EV 市場の頂点に返り咲く時が来るかもしれません。今後も海外の反応をお届けしていきますので、気になった方はチャンネル登録、日本に生まれてよかったと思う方は高評価をよろしくお願いします。それでは次の動画をお楽しみに。